スの考えようペットと防災。今日から始まりましたアンビシャスの考えようペットと防災では、災害などもしもの時に一緒に暮らすペットを守るためのノウハウや心得をお伝えしていきます。これから毎月第一金曜日のこの時間にお送りします。私はナビゲーターの永見真理子、アンビシャスの会員です。さて、アンビシャスって何？誰？って思いますよね。まずはアンビシャスの認定セラピードッグで犬の広報部長、スタンダードプードルのケンちゃんにアンビシャスの紹介をしてもらいましょう。ケンちゃん、おはようございます。おはようございます。初めての生ラジオで緊張してるかな？少し落ち着かないかな、いろいろなものがあるので。早速だけど、ケンちゃん、アンビシャスさんってどんな団体なの？アンビシャスってどんな団体？僕が病院だったり小学校だったりお年寄りのところだったりに、僕の仲間のセラピー犬たちと一緒にセラピー活動に行っています。あと防災を考えようっていう中で、本当に僕はママと一緒に災害になった時に体育館に避難できるかどうか、じゃあ避難するためには何を日頃からしとかないといけないかなっていうことを、今月から月1回みんなで学んでいければいいかなと思っています。ありがとう。そういえばケンちゃん、ツイッターもしてるんだって？ツイッターはしてます。でもブログなんかはね、アンビシャスのブログもフェイスブックもあるけども、それはマリコさんだったり綾乃さんがやってるんです。だから皆さん、いろいろなホームページから見ていただければ、いろんな通信の方法で楽しんでもらえますよ。ケンちゃんの写真もブログやツイッターで見れるんだね。そうです。今日も皆さんに見ていただけるように可愛くお耳も伸ばしてバッチリです。男の子だけどおしゃれだよね。そうです。よくセラピーに行っても、え、女の子髪の毛いっぱいくくってって言われるけど、僕は6歳の男の子です。さあ、それでは早速ケンちゃんが取り組んでいるセラピー活動以外の大切なお仕事、防災まちづくりについて教えてもらいましょう。防災まちづくり、皆さんワンちゃんと一緒に暮らしてる、猫ちゃんと一緒に暮らしてる、他のペットちゃんと暮らしてて、防災について何か家でやってることってあります？こういうことは必ず大事とか、こういうことは準備しておこうっていうことをやっておられます？そうですね、我が家にも、ダックスフンドがいるんですが、犬の食べる食事や水、それから、トイレの始末をするためのペットシーツなどを用意しています。お薬、アレルギーがあったらお薬とか、環境が変わる、水が変わるとお腹も痛くなったりするので、そういうお薬の準備もいるし、じゃあまずは自分の住んでるところの地域はペットと一緒に避難ができるのかダメなのかっていうことは皆さん確認はしてるのかな？そうですね、うちの住んでいるところではまだまだはっきりと分かっていないことが多いので、これから、地域の皆さんとお勉強していくっていうところです。で、ただいきなり避難所に行かせてくださいって言っても難しいので、我が家のダックスフンドもちょっとお勉強しています。ケンちゃんはお勉強してる？僕はその防災のためのお勉強じゃないんだけども、ドッグセラピーに行った時に、まず体のどこを触られても OK、 まずは吠えたりしない、施設に入ったり病院に入ってあっちこっちでおしっこをしないっていうようなトレーニングはしてる。そういうトレーニングは誰に教わってるのかな？そのトレーニングを僕に教えてくれてる、今日は高畑五郎先生もゲストで来てもらってる。それで高畑五郎先生に、ま、今すごく毎日暑いし、夏の暑さのこういうとこの対策はちゃんとしときましょうっていうことと、毎日家で習慣的にいざとなった時の防災に困らないワンポイントのトレーニングの方法なんかを今日は教えてもらえるといいなと思って、高畑さんが来てるので僕はちょっと緊張してるじゃあケンちゃんから高畑先生紹介してもらえるかしら？はい、アンビシャスの
セラピー犬たちのセラピードッグのトレーナーである高畑五郎さんが今日は来ていただいてます。高畑五郎先生、よろしくお願いします。おはようございます。おはようございます。ドッグトレーナーの高畑五郎です。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは早速高畑先生に防災や暑い時の心得みたいなことを教えてもらいましょうか。まずそうですね、毎日35度を超えて猛暑です。夏の対策、熱中症にワンちゃんがならないためのポイントなんかを教えていただけると。最近はの暑さというのは異常的なものがありまして、昔でしたら、涼しい場所、風の通る場所に、ワンちゃんを、置いてあげたらというのがあったんですが、まあ、最近はお外ですとどういうところでも大変暑くて熱中症になりやすい。ですから、まあ、家の中でお飼いのワンちゃんなんかは、まあ、エアコンをそのずっとかけっぱなしで、出かけてられたりするケースが、多くなってますね。ただ夏場、停電等もありますので、その突然の停電等でクーラーがエアコンが切れた時に、かえって熱中症になってしまうというケースもあるので、その辺は、危機管理はオーナーさんの方がしっかり持っていただくというのは必要だと思います。ワンちゃんもよく人間は水分補給をしましょうっていうことをニュースでも言われてますが、ワンちゃんも暑いからいっぱい水飲みましょうっていうことは必要なんでしょうかね。やはりこまめに水分は取る必要性は、人と一緒であると思いますね。はい、じゃあ皆さんワンちゃん猫ちゃん飼っておられる方も水分補給と涼しい部屋、風通しがいいようにっていうことを考えて、ワンちゃんの猫ちゃんの健康をこの暑い夏乗り切りましょう。頑張って乗り切っていきましょう。でもこういう暑い時にも、台風が来たり災害が起きたりしていろんなところで被害があるのが連日新聞でもテレビでもしていますよね。そういう時ペットのワンちゃんやニャンちゃんたちはどんな準備をしてたらいいんでしょう。まずは皆さんがいっぱい集まるところに行って僕が落ち着ける場所っていうのをまずは作ってくれないと落ち着かない。じゃあそれは何かというとハウスに入るトレーニングかなって思ってます。だからハウスに入るトレーニングっていうのは何をすれば先生いいんでしょうかね。お家にいてて普段から、豆に、入る習慣づけですよね。特別な、場所じゃなくてこう入って、ご飯を食べたりとかいろんなことで、日頃から、ハウスに入る習慣をつけてもらって、ハウスに入ることで、異常なことが起きるとか感情的な高ぶりがないように、冷静に落ち着いてそこのハウスでいとける準備は普段からしておいていただいた方がいいと思います。じゃあまずはワンちゃん猫ちゃんとかも自分のうちに自分がもし避難するときはこれぐらいのサイズかなって思うハウスを用意するっていうことですね。それは大切だと思いますね。でそのハウスの中でご飯をもらったりおやつをもらったりっていうことを常からやってるとそこが嫌いな場所じゃないという認識になって嫌がらないっていうことなんでしょうかね。そうステルスがたまらないっていうことですね。普段からやってることによって、ストレスっていうのはやっぱりこう同行避難時やらにはかかってしまいますので、そのストレスがかからない場所を確保しておいてあげるということは必要だと思いますね。僕は車に乗ってる時もハウス、晩も10時ぐらいになったらお休みっていう時はハウスで寝てる、そういうことからのトレーニングでいいんでしょうかね。そうですね、ただし、まあ、習慣づけですね。そうすると避難の時には持ち運べるような形の、しかも、ワンちゃんが落ち着いてられるハウスっていうのを用意するのが飼い主さんの大切な責任になるんですね。そうですね、だからまずは避難グッズの中に折りたためて持ち運びのできるハウスも一つ用意をしておく。でそのハウスに入って嫌がらないように常からそこでおやつを食べたりご飯を食べたり寝たりするという習慣が大事ということを今日は高畑先生から教えてもらいました。皆さんもお家で一度試してみて、いざという時に嫌がらずハウスに入って新しい体育館とか知らない場所でも落ち着いて過ごせるような習慣をつけておくことがいいのかなっていうことだったと思います。はい、ありがとうございます。アンビシャスでは今実は
この番組を動画でも撮影していただいているんですけれども、クリアファイルで避難に向けた準備といったものを案内しているものを作っています。その中で今出てきたケージに入れるように、ハウスに入れるようにとか、普段から清潔にしておいて、いざ避難になった時に、周りの方にこの犬臭いとか言われないようにきれいにしておきましょうとか、決まった場所でトイレをできるようにしておきましょう、そういったことを、ファイルにしてお配りしています。もしこのファイルに興味のあった方は、ぜひアンビシャスのホームページを覗いてみてください。お問い合わせ先も書いてあります。さて、これからこの番組、毎月第1金曜日のこの時間にお送りする予定です。テーマは防災と、のまちづくり、ペットと一緒に考えようということですが、さまざまなゲストをお迎えしてお送りする予定です。ケンちゃん、次も来てくれるのかな。頑張って高畑先生に教えてもらったように夏対策して乗り切って、来月も来るように頑張ります。次回は9月第1金曜日は4日になります。また10時からケンちゃんも一緒にナビゲーター永見でお送りする予定です。今日はゲストの高畑五郎先生、トレーナーの五郎先生、ありがとうございました。ありがとうございます。